勝てばベスト4。険しい表情で見つめる斉藤監督。宗田康之、準々決勝フランスバタユとの一戦です。さあ無差別の4回戦、準々決勝バタユとの一戦。バタユはここまで前の試合一本勝ちで決めています。さあ宗田が前の試合ではどうですか、篠原さん、ちょっと宗田らしくないというふうなお話をされていましたが、はい、そうですね、前には出ているんですけども、はい、出場持たなかったりですね、ちょっと元気がないなという気はするんですけども、フランスのバタイユ今回はですね、しっかり両手持って両手を持ちに行こうとしているので、先ほどの試合では、引き手が取れずに苦しみました宗田です。先に効果のポイント指導で一つ奪っています。お父さんの戸津さん、プレッシャーをかけていきます宗田、先にポイント1つ、効果ですがリードしています。低い体勢、背中を持たれています。モサナバタイ強引に上半身を回していきます。佐々木啓司、そして井上康生、日本男子柔道に金メダルを、その思いで見ています。まあ、篠原さんね、ここまでね、はい、このリオデジャネイロの世界大会で日本男子が苦戦してきましたが、はい、予想外の苦戦の中で最後この期待は宗田にかかってますね。そうですね、また指導のポイントで一つ繰り上がります。有効ポイント、まだモサル2級のがですね、そんな強い選手そんな出てないですからね、間違いなくやっぱ金取ってもらわないとですね、やはり長距離の方に固まってますから、強い選手は日本の牙城を何としても守りたいという宗田。1回戦袖釣り込み腰、支え釣り込み足でした。そして2回戦は裏投げ、ここまで一本勝ちできています宗田。さあバタユがちょっと足を痛めたでしょうか、なかなか畳に戻ってきません。準々決勝宗田、足を挟んでちょっと嫌な表情です。苦しい流れ、重苦しい雰囲気、その中で日本の宗田、最後の砦となるか。まあならなければいけないというね、思いはあるでしょう。危ないシーンです。ここまで2分近くこの試合過ぎてきましたけれども、篠原さん、これ、はい、このバタユという選手にはどういうふうに戦っていけばいいというのはありますか。いや、もう実力の差、力の差はもう宗田の方が断然上だと思うんですよ、はい、だからもうしっかり持って、思い切りかければすぐ投げれるはずなんですけど、この脇を持った2つ持てるかどうか、ちょっと体勢低い、それでも打ち、また引き手を離すんですよね、はい、低い体勢、効果です。主審効果ポイント、今の技でもですね、引き手を離してるんですよ、まあ、この投げた後の寝技の移行はうまいですけども、はい、2つ持ってしっかり投げれば決まるシーン、そういう風に篠原さん思われるんですね。さあしかしポイント重ねていきます。ここからだったら体動に持って、そう、また一本、宗田康之、2つ持ってしっかり今度は投げました。大きな体が宙を舞いました、フランスのバタイユ。この一本勝ちで流れを大きく引き寄せて、さあこれからベスト4進出。